さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはチェルナボーグファンタジアということで、実はこの子を紹介したら今持っているつむすべて紹介することになりますんで、これが何パートになるかっていうのはちょっとわかんないんですが、一旦これでラストになります。で今上見てもらったらわかるんですけど、コインが200万を超えてるんですね。なのでまあちょっとつむつむももうそろそろ卒業しなくちゃいけないかなって思ってるんで、ついでにね、もう200コイン全部ぶっぱして、でそこで手に入ったまた新しいつむとかがあれば一旦紹介。おお、なんか一つ柱がちょっと大きめの魔人ジャファーのつむみたいなスキルでしたね。はい、そうそう。で話を戻すと、そこでまた新しいツムが出てきたら、まあそれもちょっとお披露目して、で、それで終わりにしていこうかなと思いますね。はい。まあね、ワンパートずつでいいでしょうね。ツムに関しても別に高得点を狙っていくようなものでもないですから、今回のパートシリーズに関してはね。うん。っていうことなんで、でもなんかさりげなくこいつかっこいいな。よーてーって、ね、なんか儀式を行うガノンドロフみたいな、ディズニーだっちゅうね、ゼルダじゃない。いや、でも、かっこいいかっこいい、いいと思う。ヤングジャックスパロー。ああ、普通のノーマルジャックスパロー持ってないんだよな。やっぱ手に入れたいところだったよな、ノーマルジャックスパローもね。なんか今回めっちゃいいね。めっちゃ重なってくる。うん、で彼に関してもそんなにスキルレベルが高いわけじゃないんですけど、オーソドックス25前後くらい平気で消してくれるのですごくいいですね。やっぱなんだろうな、こう悪役系キャラってすごい消してくれるツムが多いのかな。うん、ほら22とかね、平気で言ってくれるじゃないですか。いいよいいよ君いいよ。ほい、じゃあもう一回言ってこうかな。うんー、ぼ、あ、すごいな。だってまだ彼レベル的には5とかなのに300万点は言ってくれましたね、これね。へえ、なかなか評価高いっすよ、チェルノボーグさん。アニメ全然知らないんだけどね。はい、ということで一旦全部紹介し終えましたんで、また新しいツムを手に入ったらご紹介したいと思います。では次回お会いしましょう。バイバイ。